しやすい推しを推すクロートオタクによる推しが炎上した時の正しい対応講座。推しが叩かれて辛い人はインターネットを開かないパブサもしない。本当に悪くないと思った時しか過度な擁護はしない。木に油を注ぐだけ。またかや、最近平穏だったのに、なんと点を仰ぐ。悲しい BGM に載せたポエム動画を TikTok に投稿しない。他のタレントが何かをやらかしても仕返しのように叩かない。喋らなければかっこいいのにという心の声をぐっと飲み込んで推しに理想を押し付けない。推しが泣いてるんじゃないかというポエム動画を TikTok に投稿しない。推しがどこかへ消えてしまうんじゃないかとかいう動画を TikTok に投稿しない。勝手に消すな。まああれやで推す自信なくなった、タンブリしますとか言ってたオタクが新曲 MV の美女見て秒で舞い戻ってきてたから大丈夫。